ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、巨人のアニメ終わっちゃった。これからの生きがいがなくなったわ。どうした霊夢？そんなに好きなアニメだったのか？ストーリーが面白いし、何より巨人の設定が面白かったのよ。こんな巨人が現実に存在してたら、怖いけど興味はあるなーって空想もしてたのに。アニメ一つで、そこまで落ち込めるのは、すごいと思うぜ。もう、何よ、私は今最終回の喪失で落ち込んでるの。これを吹き飛ばすくらいのびっくり情報を、教えてくれたりはしないの？そうだ、リアル巨人の話なんてどうだ？え、本当に巨人の話ができるの？それなら聞かせてちょうだい。それじゃ、今回は現代の巨人の目撃情報と、驚きの動画や写真について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速。おっと、その前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。さて、霊夢、まずはこの写真見てみてくれ。あれ、頭が2つある？なんなのこの写真。これはマレーシアで撮影された相当巨人の写真なんだぜ。巨人ってだけでもすごいのに、まさか頭が2つあるなんて、話題性がありすぎる存在ね。このように頭部が複数ある巨人は多頭巨人と呼ばれている。未確認生物の中でも類を見ない異様の姿をしていて、最近はよく話題に上がるんだよな。詳しく教えてちょうだい。この相当巨人が目撃されたのは2009年、マレーシアの首都クアラルンプールだ。マレーシア人と中国人の二人が、夜道に立つ巨大な人影に遭遇したんだぜ。想像するだけでも怖いわ。私だったらちびっちゃうかも。二人は一瞬何かの影かと思ったが、すぐにその人影は恐ろしいものだと気がつく。その人は身長が 3.7 メートルあり、長い胴から極端に短い腕と足が生えていた。何よりも不気味だったのが、その人は頭が複数あったんだぜ。明らかに尋常じゃない様子ね。そしてこの相当の巨人は、驚く二人に向けて話しかけてくる。え、喋れるの？何を言ってたのかしら？実は二人には、巨人が何を言っているかは、わからなかったんだよ。あ、そうなの？そうそう。その言語は今まで聞いたこともない言葉だった。さらに、複数の人間が同時に喋っているかの、ようだったんだぜ。ちょっと、別の言語体系を持っているのがかなり怖いんですけど。しかも、複数の人物が喋っていたなんて、全部の口で喋ったりしてたのかな。想像するだけで恐ろしい光景だよな。まあ言語があるってことは他にも仲間がいそうだが。こんな大きな二つの頭を持つ巨人に、囲まれたらもう逃げられないでしょうね。ただ、遭遇した中国人とマレーシア人は、命の危険は感じていなかったようだぜ。なんで？私だったら怖すぎて逃げちゃうのに。姿こそ恐ろしいものであったが、非常におとなしかったらしいんだ。むしろ紳士的な感じもして、敵対的な感情は見受けられなかったんだよ。あら、意外と紳士なのね。そういうのは嫌いじゃないわ。目撃者たちは、この巨人が今まで聞いたことのない、言語を操っていたことから宇宙人だと考えた。この真偽はわからないが、本当だったら面白いよな。宇宙にはいろんな宇宙人がいるのね。私も会ってみたいわ。目撃した二人の情報を聞く限り、こっちに危害も与えてこなさそうだもんな。もしかすると、仲良くなれるかもしれないんだぜ。ねえねえマリサ、他には何か巨人の話はないの？そうだな。それじゃ、次は巨人の映った映像なんてどうだ？何それ、聞かせてちょうだい。さて、次に紹介するのは動画で撮影された巨人たちの話なんだぜ。画像だけでも驚きだったのに、まさか動画でも巨人が映るなんてね。なんとメキシコで巨人の姿を捉えたと考えられる映像が相次いで撮影されたんだ。メキシコで？そうそう。この映像が投稿されたのは2022年12月7日。とある TikTok ユーザーが一本の動画を投稿したんだ。TikTok はすぐ拡散されるもんね。話題になりそうな場所だわ。この動画には住宅地を取り囲む丘陵の、その尾根筋を歩く不気味な黒い人影が映っている。画面手前に位置している家屋のサイズと比較すると、この不気味な黒い人影が、一般的な人間よりも数倍大きな身長であることが、伺えるんだぜ。黒い影なのが怖いわ。人からも遠い感じがするもの。動画が公開されると、TikTok ユーザーの中で瞬く間に拡散された。そして、巨人だ未確認動物ではないかなどの、声が相次いだんだぜ。動画を見るとそう思っちゃうのはわかるわ。私も巨人だって思ったもの。そして、動画が拡散されるうち、この動画の撮影場所を特定する動きが見られた。撮影場所がメキシコベラクルス州の山岳都市、ラブランカであることが判明したんだぜ。おお。
地元でも大騒ぎになったんじゃない？その通り。同国のエルヘラルド氏によって、大々的に報じられたんだ。公開から2週間で再生回数は900万回に到達したのも、話題性の高さを表してるよな。まさか一本の動画でこんな大騒ぎになるなんてね。巨人って本当にいるのかもって気持ちになるわ。しかし、驚くのはこれだけじゃない。この後も同様の動画が投稿され続けたんだ。なんですって？その数日後、メキシコ中西部アグアスカリエンテス州の高速道路を走っていたトラック運転手の TikTok ユーザーが、とある衝撃的な映像を投稿したんだ。やっぱりこれも巨人の映像かしら？乾いた大地にそびえ立つ小高い山の頂上に、不気味な真っ黒い人影が立っている映像だな。山の頂上に立っている姿がはっきりと見えていて、この黒い人影の大きさがよくわかるだろ。確かに、獅子を動かしているっぽいけど、遠すぎて何をしているのかわかんないな。山も高いんだろうけど、人影が大きすぎて山にも見えないわね。ちょっと怖すぎる大きさだわ。ちなみにこの映像もエルヘラルド氏が詳細を報じ、大きな話題を集めているぞ。たくさんの巨人の目撃情報があるのね。もし本当に巨人がいるんだったら、この巨人の正体は何なんだろう。そうだな。相当の巨人の正体については、角度はじゃないかという仮説があるな。何それ？詳しく教えてほしいわ。よし、じゃあ次は角度はについて解説しようか。よろしくお願いします。実は、南米まで含めたアメリカ大陸全土は巨人のホットスポットだ。古今東西あらゆる出現目撃事例が存在しているんだぜ。そういえばビッグフットもアメリカで見つかってたよね。そうそう、巨人伝説にはこと欠かない地域だな。さて、南米パタゴニア地域は、かつて巨人たちの本拠地だったという説がある。多くの巨人伝説が残る中、相当の巨人である角度は、のエピソードが残っているんだよ。おお、二つ頭があるし、人と比べてもかなりの巨体ね。1673年、スペインの船乗りたちがパタゴニアの無人島に、巨大な角度はという人食い族が住んでいる、という噂を聞いたんだ。なるほど。主人公は船乗りたちなのね。そこで船乗りたちは征伐するため無人島に侵入し、二つの頭を持つ身長 3.6 メートルの巨人を発見した。銃で重傷を負わせて捕獲し、連れ帰ろうと試みるも、二日後に戦場で死んでしまったんだぜ。ああ、生きたまま連れ帰ることは、できなかったのね。そう。伝説ではここで終わりなんだけど、実はこの巨人は、ミイラとして現在まで残されてるんだぜ。なんですって？それ嘘じゃないわよね。ほら、これを見ればわかるだろ。頭が二つある。これが本物なら、巨人のミイラってことよね。角ドアのミイラ化した遺体は紆余曲折を経て、メリーランド州ボルチモアのアンティークショップに、安置されているらしいぞ。お金をものすごい積んだら、買い取れたりしちゃうかも？もし買い取れたらどうするつもりなんだ？そりゃあ、展示料を取った上で展示するわよ。まあそんなことだと思ったぜ。それにしても、まさかかつて発見されたミイラが、巡り巡ってまだ存在するなんて面白いわね。あのミイラは、一時期見せ物小屋にも置いてあったらしいぞ。今でも無事に保存されているのが、すごく面白いよな。ね、いつか私も実物を見てみたいわ。巨人への興味がますます高まってきたから、もっと巨人の話をしてちょうだい。よし、じゃあ次はアメリカで発見された、巨人について話していこう。やったー、よろしくお願いします。さて、次はなんとアメリカの元議員が、巨人を目撃してしまった話について紹介するんだぜ。元議員さんが？悪ふざけでそういうことは言いそうにないわね。元議員さんの証言ってだけで、本当かも？って思っちゃうよな。さて、巨人を見たと発言したのは、元オレゴン州の議会議員ゴーブルさんだ。ほうほう、元議員であるゴーブルさんが巨人を目撃したと主張している場所は、グリーンピーター池を囲むクオーツビルドの通る、山岳エリアだ。ふーん。緑が多い場所で目撃したってわけね。山麓沿いに通る道路脇は、切り立った岩肌が、剥き出しになっているような場所だな。だいぶ自然に近しい場所ね。2023年10月23日にゴーブルさんは、この道路を運転中、岩の隙間から巨人が顔を出すのを見たそうだ。おお、某アニメみたい。当初、巨人を目撃したと証言する動画を投稿したが、その後ゴーフルさんは動画を削除した。ただこの動画に対しては、多くの反響があったんだよ。そりゃあ反響あるわよ。私も絶対飛びついちゃうもん。ゴーフルさんが巨人を見たという岩場に再び行くと、探索に来た人もいたらしいぞ。おお、聖地巡礼に来た人がいたのね。話はしたのかな？ああ、ゴーフルさんはその人と話したんだが、何かを目撃したと話していたらしいぜ。
山の裏側をハイキング中に洞窟を見つけたという人とは意気投合もしたそうなんだ。いいじゃない。巨人が友情を広げてくれたのね。それにしても、ゴーフルさんはなんで動画を消したのかしら？フォロワーが目撃動画に何かが映っていると指摘したかららしい。え？何か映っていることが消す理由になるのかしら？ゴーフルさんがそれを周囲に相談すると、黙っておいた方がいいとアドバイスされたんだぜ。なんか気な臭くなってきたわね。その後、特別な機器で動画が解析されて、ゴーフルさんの元に動画が返ってきた。それで、動画の詳細について、再び話すことにしたらしい。一体映り込んでいたものは何だったのかしら。気になりすぎて夜も眠れないわ。ゴーブルさんは、この巨人の発見を受けて、また別の方法で探索をするつもりなんだ。探索ではドローンを飛ばして、洞穴のようなくぼみを調査するらしい。もし調査をしたら、何か面白いことがわかるかもね。いやー、やっぱり岩の隙間から顔を出すなんて、アニメみたいな光景よね。実際に車の運転中に見つけたら、私だったら事故っちゃうかもしれないけどな。わかるわかる。私もついうっかりアクセル全開で突っ込んじゃうわ。巨人相手にも容赦ない霊夢。そういうところは嫌いじゃないぜ。へっへん。そうだな、じゃあアメリカつながりで、もう一つアメリカでの巨人の話を紹介しよう。さて、不可解なものが見つかった山は、アメリカワシントン州のカスケード山脈だ。カスケード山脈は、1947年6月24日に起きた、有名な UFO 遭遇事件の舞台なんだぜ。おお、かなり興味深い場所ね。そこなら不思議なものが見つかってもおかしくないかも。カスケード山脈で2番目に高い山、活火山の可能性があるアダムズ山で、UFO 研究グループ ECETI が、不可解なものを発見した。UFO グループがどうしてそんな場所を、調査してたの？ECETI は数十年前からアダムズ山に存在する、異星人のポータルと噂されている。異星人ハンガーの存在を確かめるため、Google Earth を使っていたんだ。調査の仕方が現代っぽいわね。そして調査の最中、グループは10メートル以上を超える、巨大な人型の物体を見つけた。おお、画像を拡大してみると、それはアーモンド状の目玉。胴体、腕、指先、足、つま先、そして左手にカップのようなものを、持っているように見えるらしい。確かに言われてみれば、人みたいに見えるかも。研究グループは、この物体は凍結された異星人である、可能性があると主張しているんだ。おお、もしそうだったらすごいわ。とりあえず詳細な研究はされてないから、信憑性はないんだけどな。まあまあ、こういうのは信じる力が大切なのよ。異星人はいるって考えた方が面白い。まあとはいえ調査は行われていないから、全部本当のことだと疑わずに信じるのも良くないな。もう、相変わらずロマンがないわね。とはいえ、やっぱりこういう未知の存在の話は面白いよな。ということで、ここからは、世界の巨人の話をどんどん紹介していくぞ。よし、聞く準備はできたわ、話してちょうだい。さて、まず紹介するのは、ウィスコンシン州デラバンコの物語だ。1912年5月4日のニューヨークタイムズによると、デラバンコから巨人の骨が発見されたんだぜ。嘘、巨人の骨が発見されるなんて、巨人の存在が裏付けられるじゃない。それじゃあここから詳細に話していくぞ。ウィスコンシン州デラバンコのデイタンから、フィリップ兄弟によって18体の巨人の骨が発見された。フィリップ兄弟は、この骨は未知の種族のものである、と主張したんだぜ。なんで巨人の骨だと思ったの？その骨たちは、人間の骨とよく似ていたが、違いはその巨大なサイズだったんだ。大きい骨だったから、巨人の骨ってことになったのね。眼下の上の骨は後ろに傾斜していて、鼻は胸骨よりも、かなり高く、顎の骨は猿のものに似ていたらしい。おお、顔の特徴も少し違うのね。そしたら未知の種族って思っちゃうかも。まあ、この詳細はわかんないんだけど、もし本当だったら、ウィスコンシンには巨人がいるってことになるな。ウィスコンシン州は巨人がいる州。ってわけね。実は霊夢のその発言、あながち間違ってないんだよ。そうなの？ウィスコンシンで見つかった巨人はこれだけじゃなくて、1891年、スミソニアン協会の研究者が、ウィスコンシン州マディソン近くのアズタランの、やはり巨人の骨を発見したと報道されているんだぜ。わぁ、この人も巨人の骨を見つけたのね。骨ってところで共通してるのが面白いわ。さらに6年後の1897年、近くのメイプルクリークから、身長 2.7 メートルの巨人が発見されてるぞ。ほぼ同じ地域で、巨人の目撃情報が相次いでるってわけね。詳しい調査は行われていないんだけど、ウィスコンシン州で巨人にまつわるエピソードが、いくつか存在するのは確かだな。もし興味がある研究者がいたら、
ぜひぜひこの地域の巨人を調べてほしいわ。よし、じゃあまた次の巨人の話を紹介しよう。よろしくお願いします。さて、次に紹介するのは死の谷で発見された巨人たちだぜ。なんその谷？なんて恐ろしい名前の谷なの。死の谷は、アメリカのカリフォルニア州中部のモハーベ砂漠の北に位置している深く乾燥した盆地で、デスバレー国立公園の中核を成しているんだぜ。なんで怖い名前が付けられたの？この谷は、世界で最も暑い場所の一つで、さらに砂漠だからほとんど雨も降らない。そんな死の谷に来た冒険者がここを抜けると聞いた。さらば死の谷よという言葉が由来だな。なるほどね。すごいセンスのある人が名付けたと。1931年、シンシナティの元 ECF ブルース・ラッセルが、いくつものトンネルや洞窟を発見したと発表した。ラッセルは同僚のダニエルと広範囲にわたる調査を行い、身長 2.7 メートルの人骨を数体見つけたんだぜ。身長 2.7 メートル？それはもう巨人と呼んでもいいサイズね。1947年に発表された話によると、骨はミイラ化していて、およそ8万年前のものらしい。さらに、トンネルや洞窟内で、古代の人々が儀式を行った、と思われる広場のような場所があり、そこにフリーメイソンが使っているのと、よく似たマークが残されていたそうなんだ。かなり面白い発見ね。古代の儀式と巨人の関係か。同じような地域でこの二つが発見されたのは、何かしらの関係性を疑ってしまうよな。関係性があるかはわからないけど、興味深い発見ね。それじゃ、次の話に行こうか。さて、次に紹介するのは、ブルガリアで発見された巨人の話だぜ。あら、ブルガリアでも発見情報があるのね。巨人が発見されたのは、ブルガリアのバルナという場所だ。バルナはかつて7000年前に、古代ギリシャの重要な交易場デッソスという町だったんだぜ。なるほど。歴史的に重要な場所なのね。バルナには巨人神話がたくさんあり、2015年1月には、巨大な人間の骨と思われるものが見つかってるんだ。アメリカと同じように、巨人が多く発見される場所ってことか。ちなみに、実際の写真はこんな感じだぜ。見るからに大きな骨だわ。確かにこれは、巨人の骨というしかないわね。この骨の発見は、偶然だったと言われているぜ。このエリアを掘っている時に、たまたま5世紀のものと思われる壺が見つかり、さらに掘り進めると、この骨が出てきたってわけなんだ。初めから骨を掘るつもりではなかったのか。サプライズにしてはちょっと刺激的ね。遺骨は発見された時、両手を腰に置き、頭を東に向けていたらしい。遺体にしてはポーズがおかしいわね。わざとそうして埋葬したのかしら？ああ。だから、この人物が死亡時、重要な地位にあったものであると推測されてるぞ。埋葬の仕方でそういうのがわかるって、考古学の面白さの一つよね。いやー、まさか巨人の骨がこんなところでも、発見されてるなんてね。まだまだこんなものじゃないぞ。次の話に行くんだぜー。さて、次に紹介するのは、アラスカとロシアの東端の間に、あるアリューシャン列島の事例だぜ。また地域が離れちゃったわね。テレビ出演も多い人気の動物学者である、イワン・ティ・サンダーソンは、ある手紙を受け取る。手紙の差出人は、アリューシャン列島のシェミア島で、働いていたという技術者だったんだぜ。一体どんな手紙だったの？技術者は、アリューシャン列島に敵地を作り、滑走路を建設していた。工事自体は順調だったが、その最中に奇妙なものを発見したらしいんだ。おお、技術者はブルドーザーで丘を鳴らしている時に、人間の頭蓋骨や足の骨が埋まった墓地を掘り当てた。ひえ、なんかあんまり想像したくないわね。その骨は、標準的な人間のものより3倍も大きく、頭蓋骨の頭頂から下部まで、人間の平均である20センチに対して、56から61センチもあったらしいんだ。本当に3倍の大きさね。そんな人間がいたらびっくりよ。さらにサンダーソンは、現場にいたという別の技術者から、この発見は本当だという2通目の手紙を受け取る。この手紙を受け取ったことで、サンダーソンは、最初の手紙が嘘ではないと確信したんだぜ。確かに、複数の人が同様の手紙を送ったなら、一人が嘘ついてるわけじゃないもんね。私も絶対信じちゃうわ。手紙を送った二人はどっちも、スミソニアン協会が、骨を回収したと書いていたんだ。そこでサンダーソンは、スミソニアン協会に接触をした。どうなったの？スミソニアン協会は発見を公にしなかっただけでなく、そのような骨は持っていないと所有を否定した。サンダーソンはこれを聞いて、事実は隠蔽されてしまったと主張してるんだ。骨が回収されちゃったんだったら、それが真実でももう証明できないもんね。もしまだスミソニアン協会が骨を持ってるなら、ぜひとも見せてほしいな。
私も全く同じ気持ちだわ。1964年、エクアドルの病院で布教活動をしていた、神父カルロス・バカは、地元民に奇妙な骨を発見したので、見てほしいと言われたんだ。地元民の発見だったんだね。地元民から見せられた骨は、異常なほど大きな骨だったんだ。神父は発見場所の山からいくつか骨を回収してきて、死ぬまで自分の家に置いていたらしい。いくらなんでも巨人の骨とはいえ、部屋に巨人の骨を置いとけるのはすごいわね。まあそれだけ貴重な物品ではあるんだけど、遺体の一部を自分で所持できるのはすごいよな。その後、オーストリアの遺物研究家クラウス・ドナが、本国に骨を持ち帰って調査をした。あ、とうとう調査されるのね。複数の専門家に骨を調べてもらったところ、この骨は人間のものらしいことは分かったが、大きさから見積もると、身長が 7.6 メートルにもなることが判明したんだぜ。身長 7.6 メートル?今までの巨人よりもはるかに背が高いわね。ああ、これが本物の巨人なら、大きすぎてびっくりしちゃうな。この骨はかなり古いものだったらしく、残念ながら DNA は採取できなかったそうだ。じゃあ、本当に人の骨かはわからなかったんだね。だから、この骨は少なくとも、1万年以上前のものであると考えられてるぞ。そんなに古いものなら DNA 採取は難しいだろうね。ああ、だから、この骨の正体に関しては、DNA 調査の発展に期待するしかないかな。期待して待とうと思うわ。さて、最後に紹介するのは、南アフリカの巨人の足跡だ。おお、やっぱり巨人の足跡って、巨人といえばこれって感じよね。南アフリカのスワジランドとの国境に近い町ムパルジに、ゴリアテの足跡と呼ばれる化石がある。足跡だけでも人と同じくらいあるわよ。この長さは長さ 1.2 メートルで、人間の足跡と同じように見えるよな。だから、伝説の巨人になぞらえて、ゴリアテの足跡と呼ばれているんだぜ。どっからどう見ても人間の足跡だもん。ちなみにこの足跡は2億年から30億年前のもの、と見積もられているぞ。もしこれが本物の巨人の足跡なら、巨人はそんな昔から存在してたことになるね。そうだな。もしそれが本当なら、人類の歴史はひっくり返ることになると思うぜ。足跡一つでここまでロマンがあるなんて、さすが巨人ね。これ以外にも巨人の足跡にまつわる話は、世界中にたくさん報告されている。どれも興味深い話だから、これから謎がどんどん解明されていってほしいな。ええ、巨人の謎はまだまだあるけど、これから解明されることに期待ね。というわけで、今日は巨人のエピソードについて、いろいろ解説してきたんだぜ。霊夢、どうだった？どれもすごく面白い話だったし、何より巨人は本当にいるかも？って思っちゃった。巨人伝説は昔からあるけど、今になっても数多く報告されてるのは面白いよな。今でもビッグフットや人型みたいに、巨人の伝説は生まれ続けてるもんね。霊夢としては、巨人は実在してほしいのか？もちろん、もしかしたら巨人とも話せるかもしれないしね。私も巨人と話してみたいな。どんな文化や食生活なのかはすごく気になるんだぜ。人間界の食べ物では、お腹いっぱいにならなさそう。そうなると、私では巨人の食費は賄えないかもな。霊夢は巨人と一緒に暮らすつもりだったのか？当たり前じゃない。いい用心棒になりそうだわ。もしお金に困ったら、足跡をつけてもらって、観光資源にしちゃえばいいし。その協力のしてもらい方は頭がいいな。でしょ？だからまずは、話の通じる巨人を見つけないとね。巨人に協力してもらうよりも、そもそも巨人を見つけることが難しそうだな。諦めたらそこで試合終了なんだから、行くわよ、マリサ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ？私とんでもないものを見つけてしまったんだけど。どうした？血相変えて。お前がそんなに焦ってるなんて珍しいじゃないか。さっき散歩してたら、とてつもない大きさの巨人が歩いているのを目撃しちゃったのよ。巨人？あ、どうせ信じないんでしょ。わかってるわよ。マリサはいっつもそうだもんね。いや、信じるぜ。というか、つい最近、巨人が実在するかもしれないという話をいくつか聞いたんだよ。それじゃあ、今回は撮影された巨人たちについて解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。霊夢は、ダイダラボッチって聞いたことあるか？ダイダラボッチ。なんか聞いたことがあるような、ないような。ダイダラボッチというのは日本の各地で伝承される巨人のことだぜ。デイタラボッチとか、いろんな名前が付けられているが一般的にはダイダラボッチみたいだな。データラボッチといえば、
かの有名なジブリ映画でもそんな奴が現れていた気がするわ。あれも確かにダイダラボッチが由来になってるな。ダイダラボッチは山や古城を作ったという伝承があり、もともとは国づくりの神に対する巨人信仰がダイダラボッチという存在を生んだとされている。山や古城を作っただなんて、そこまでの大きさを持っている生き物なの。確かに噂に名高いとんでもない巨人だわ。本来であれば、ダイダラボッチなんて伝説上の妖怪に過ぎない存在のはずなんだが、つい最近、世界各地でダイダラボッチというか、巨人とでも呼べるような化け物が、頻繁に目撃されているらしいんだよ。世界各地ってことは、日本だけとも限らず、いろんなところで発見されているの。そうだ。まず最初に紹介するダイダラボッチは、台湾で発見されたらしい。どうやら撮影したのは現地の警察官らしく、スマホで撮影したらしいんだ。台湾の台東県にある標高3310メートルの湖の近くで発見されたらしいんだが、その時の写真を確認してもらおう。こんな化け物のような姿をしていたそうだ。ふむ。あんまりにも遠くて、巨人かどうかはいまいち判断できないけど。でも、なんだか人のような形をしているけど、人とは違うってことはわかるわ。頭はキノコみたいになってるし、手には水かきのようなものがついてるしね。それだけじゃなく、なぜか少し体が透明になっているようにも見えるんだ。それじゃまるで、透明人間みたいじゃない、巨人なだけじゃなくて、透明にもなれるっていうの。それはどうかわからないが、こいつがいたのはおそらく CG や、合成の可能性は低いと。プロカメラマンたちは言っているらしいぜ。プロたちがそう言ってるってことは、こいつは本当にいたってこと。そうみたいだな。しかし、この生き物がその後どこに向かったのかは判明していない。どうやらこの化け物を撮影した際の編集動画も作られたらしいんだが、この動画で見てみても、やはりこの生き物は何者なのかいまいち判明しないな。一部では、こいつはもしかして宇宙人のような生き物なんじゃないかとも言われているみたいだ。なんてこと。宇宙人だなんて。でも、二足歩行の生き物で、巨大サイズだなんて、普通に考えてありえないわけだし、地球外生命体の可能性も少しは視野に入れなきゃダメかしら。そうかもしれないぜ。とは言っても、この画像以外に手がかりはないから、これ以上この化け物に関して何か調べることはできないんだけどな。しかし、もし実在していたとしたら、もう少し調べてみることによって、とんでもない事実が判明したりするかもしれないぜ。とんでもない事実って、一体何？だから、山や湖を作ったのは、本当にダイダラボッチのような巨人かもしれない、とか、もしかしたら人間同等の文明を作って、どこかで隠れて生活しているかもしれないとか、なんですって。人間同等の文明だなんて、こんな巨人が、まだわからないけどな。しかし、他にも巨人らしき生き物は撮影されているんだ。これ以外にも紹介していくことにするぜ。続いて紹介するのは、ブルガリアバルナだぜ。これはブルガリアで発見された、とてつもない大きさの巨人の骨なんだが、どうやら古代ギリシャの時代のものらしい。ほほう。古代ギリシャの時代には、巨人がいたっていう裏付けになるってことかしら。どうだろうな。約7000年前にあったとされる交易所にもなっていた町で発見されたらしいが、古代ギリシャにはもともと巨人神話が多く残されていたらしく、2015年1月には、実際に巨大な人間の骨が発見された。その時の写真がこれだぜ。うわ。手前の人のサイズのことを考えると、確かにとんでもない大きさをしているわね。こいつはバルナと名付けられて、どんどん調べられることになったようだ。バルナが発見されたエリアを掘っている時、たまたま5世紀のものと思われる壺がいくつか見つかり、続いて、これまで知られていなかった要塞の壁まで発見されたらしい。それってつまり、この巨人は何かを守るためにそこにいた可能性があるってこと。さあな、確かなことは言えないが、壺なんかは死んだ人と一緒に埋めることが多いとされる。そう考えると、もしかしたらこの巨人は当時の人間たちと仲良くしていた可能性がある。なんてこと。巨人が人間と仲良くしているなんて一体どういう関係だったのかしら。巨大な体育をしているだけあり、おそらく力仕事はかなり任されていたんだと思う。人間と巨人が協力して町を作っていた。もしそれが本当だとしたら、巨人はどこに、消えてしまったのかしら。かつては人間と仲良くしていたなら、今はどうして仲良くしてないの？確かにそれは大きな疑問になるな。仲が悪くなったから消えてしまったのか、あるいは、もっと他の理由があって、消えてしまったのか。謎が謎を呼ぶぜ。ただ、今回発見されたバルナに関して、もう少し面白いことが判明しているらしいぜ。面白いこと？バルナは両手を腰に置き頭を東に向けていたそうだ。意図的にこのようなポジションで埋葬されていたから。おそらくこの人物は亡くなる前、何かしら重要な地位にいた存在だろうと言われているんだ。
ュ。重要な地位。巨人なのにそんな地位に座することができるの。そうみたいだぜ。そのことを考えると、もしかしたらこの巨人は労働力としては使われておらず、人間たちに指示を出す役割だったのかもしれないな。どちらかはわからないが。でも、このバルナ以外に巨人は発掘されてないのかしら。他にも巨人がいたとしたら、巨人の文明が作られててもおかしくないとは思うけど、たった一体しかいなくて、人間たちから重宝されているとは思えないけど、そこは確かに謎なんだよな。おそらく仲間とはぐれてしまった巨人が、ブルガリアに定住することとなり、人間たちと共存する道を選んだのではないかと思うんだが、そうだとすると、近くの土地で巨人がもっと発見されていてもおかしくないはずだが、特に巨人が集団で発掘されたという情報は残されていないみたいだ。そこの謎が引っかかるわね。他にもたくさんいないと、生物的におかしくない?お、霊夢にしてはなかなか面白い指摘をするなぁ。確かに、生物には最低限、種の存続に必要な、個体数というものがあるはずなんだが、それだけの数が確認されていないとなると、もともと個体数が少なく、絶滅が余儀なくされる存在だったのかもしれないな。まだ生きている個体が発見できてない以上、想像でしか話すことができないもんね。もっとたくさん、巨人のデータは残されてないの?もっと見たいわ。ああ、もちろんまだまだ巨人に関するデータはあるぜ。もっと確認していくことにしよう。続いて紹介するのは、ジョージア、コーカサス山脈にて発見された、巨人の骨だぜ。またしても骨が発見されたのね。やっぱり世界中に巨人がいたんだ。2008年、地元の牧師が巨人の墓らしきものを発見し、ジョージアの研究グループが調査に乗り出したそうだ。その後の牧師の話によると、石の地下室の入り口を見つけたので入ってみると、二つの巨大な頭蓋骨が、大きなテーブルの上に置いてあったらしいんだよ。なんですって。巨人の頭蓋骨が二つ、ってことは、少なくとも二体の巨人が。しかも、写真の巨人も含めると、三体の巨人がそこにいたことになるじゃない。そうなんだよ。どうやらその地下室は人里離れた山の中、しかも深い森が広がる場所にあるらしく、ジョージアの研究チームは現地に行くまで、とてつもない苦労をしたらしいぜ。そこまでしてでも、その謎の巨人を見てみたかったのね。でも、気持ちは理解できるわ。しかし、そこでとてつもない不運が起きてしまう。研究チームが現地にたどり着いた時には、地下室はすでに崩れ落ちてしまっていて、中に入ることができない状態だったらしいんだ。そんなもったいない。せっかくの世紀の発見だったはずなのに。どうして、本当に運がなかったとしか言えない事象だぜ。しかし、土屋瓦礫の中に骨の山が埋まっていたそうで、その骨だけは回収することができたそうだぜ。そこがせめてもの救いだな。あら、大きな机の上に骨が安置されてたのよね。それなのに瓦礫の中に骨があったってことは、もしかして、まだまだたくさんの巨人が中に安置されてたってことなのかしら。そうかもしれないな。ともかく瓦礫の中の骨だけは回収することができて、いくつかは研究チームに回されたようだぜ。よかったー。このまま骨が回収できなかったらどうなるかと思ったわ。骨のサンプルたちは、著名な科学者たちによって隅々まで調査されたようだ。そしてその結果、この骨が本当に人間のものならば、その身長は 2.5 から3メートルはあると言った。しかし、最終的な結論が出ることはなく、研究員の科学者は亡くなってしまい、その骨も、所蔵されているはずの博物館で行方不明になってしまったらしいんだ。せっかく博物館に寄贈されたのに、それが行方不明になるってどういうことよ?さあな。誰かが盗んだか、もしかしたら、巨人の仲間が骨をこっそり回収しに来たのか。真偽のほどは定かではないが、何かしらの要因で消えてしまったのは間違いないだろうな。そうなんだ。悲しいわ。せっかくの巨人の骨なのに、なんとか他の場所で探すことはできないのかしら。一応、巨人の骨が発見されていた例の地下室をその後も調べようという動きはあったようなんだが、残念ながら、骨があった地下室は完全に崩壊してしまい中に入ることができなくなってしまったらしい。そのためそれ以上の骨を回収することはできず、巨人を調べることはできなくなってしまった。そんな、どうしてそんな巨大な骨があったのか、もう少し調べられたらいいんだけど。一応、今回発見された骨を見て、人間の骨で間違いないという科学者もいるらしいんだが。でも明らかに骨の大きさが違うじゃん。2.5 から3メートルはあるって話なんでしょ?確かにそうなんだが、巨人症と呼ばれる症状もあったりするから、その科学者は、巨人症になった人間が一箇所に集められ、迫害されていたのではないかとも考えているようなんだ。巨人症。小人症ならわかるけど、巨人症なんてものまであるなんて、知らなかった。
巨人症の人物は世界各地でも複数名確認されていて、この症状は、成長ホルモンの過剰分泌などが、原因だと言われているらしいぜ。要するに極端に成長しすぎた結果、巨人になるんだ。人間でもそんなことが起きてしまうなんて、驚きだけど、かわいそうとも思えてしまうわ。でも、こんな症状が実在するんだとしたら、世の中の巨人は全部、この症状が原因で、大きくなってしまっただけの、ただの人間だっていう結論になっちゃうんじゃないかしら。確かにその可能性もあるかもしれないが、巨人症になっても最大で2メートルちょっとが限界だ。3メートルに達するような人物は前例がない。そのことを考えると、おそらく巨人は巨人で、実在していたんだと思われるぜ。また、巨人症は何も全身が大きくなるだけの病気じゃないんだ。一部分だけ肥大化してしまうという症状も、いくつかは報告が上がっているからな。一部分だけ、そんなことあるんだ。これまで発見されてきた巨人は、どれも全身巨大化しているものばかりだった。そのことを考えると、やはり人間が巨人症で大きくなるのとは、話が違うんじゃないかと、個人的には思っているぜ。やっぱり他の巨人の姿も見てみないと、何とも言えない部分があるわね。他には巨人の証拠は残されていないの？まだあるから、そんなに慌てるんじゃない。続いて紹介するのは、2015年12月、北アイルランドのスペリン山脈の一つので、50歳の男性が正体不明の巨大生物を目撃したという情報だぜ。今度のは生きている個体の発見情報ね。一体どういう生き物だったのかしら。どうやら目撃者は山脈をまたぐ登山をしている途中、山で車に乗り込もうとした時、遠くで何かが動くことに気づいたらしい。近づいて様子を見ようとしたところ、その生き物は背丈が 2.5 メートルほどもあり、二足歩行をしていたというんだ。2.5 メートルだなんて。確かにちょうど巨人だと思えるくらいの大きさをしているわね。巨大生物は1キロほど離れたところから、さっきの目撃者が歩いてきた道を通って、彼の方に歩いてきたらしい。まだ距離があったのが救いで、すぐにその場から離れたことで、何かしらの危害を加えられることはなかったらしいが、そんな化け物が近づいてきたと思うと、怖いよな。でも、もしかしたら何かの見間違いだった、っていう可能性もあるのよね。もしかしたらビッグフット系の未確認生物である可能性もあるかもしれないじゃない。確かにその可能性もあるかもしれないが、どうやら11月にも、その山の近くの森林で、カップルが謎の巨大生物を目撃した、という報告を上げているらしいんだよ。ほほう。他にも目撃情報があるってなると、ある程度信憑性が増してくるわね。もともと、アイルランドには巨人伝説があるそうで、スペリン山脈からほど近い、ジャイアンツコーズウェイ海岸は、巨人が作ったという伝承が残っているらしい。海岸を巨人が作った。まるっきり日本の大だらぼっちの伝説と同じじゃないの。確かにな。人間ってのは巨大な生き物がいると知ると、そいつらが何かを作っていると考えるのかもな。一方で、アイルランドには巨人を否定する話もいくつか挙げられているらしいんだよ。どうして、せっかく巨人がいるのに、それを否定するだなんて。アイルランド人は遺伝的に、下垂体性巨人症を発症するリスクが高いということがわかっているらしい。下垂体性巨人症。よくわかんないけど、どういう巨人症なの？それは、見た目としては一般的な巨人症と変わらないぜ。18世紀頃、アイルランドの巨人と呼ばれ、有名になったチャールズ・バーンという人物が巨人症になっていたと言われていて、その身長は 2.5 メートルほどにまで成長していたと言われているらしいんだ。ほほう。こういう人物が、アイルランドにはたくさんいたってこと。そういうことだ。だから発見された巨人は、この巨人症の人物なのではないか、と言われている。確かに可能性は十分考えられるかもしれないけど、発見されたのは森の中とか、山の奥の方なんでしょう？そんなところに人がいるとはとても思えないんだけど。まあ、それは確かに一理あるかもしれないな。それに普通の人だとしたら、意思疎通が図れるはずだ。もっとも、発見した側が暗闇で巨大なものを見てしまい、パニックになっていたという可能性もあるかもしれない。だから巨人症の人物なのか、本当に巨人なのかは未だにはっきりしていないようだ。ただ、アイルランドには巨人が多く目撃されていること、そして巨人症が遺伝的になりやすい病気であること、この二つは事実だというのは間違いないようだ。なるほどねー。でも、本当に巨人がたくさん発見されているなら、なんとかして一体くらいは捕獲して、正体を詳しく調べてほしいわねー。確かにその気持ちは理解できるんだが、さっき紹介したアイルランドの巨人と呼ばれた人物、彼に関して、少し思うところがあるから、あまり前のめりになって調べないでほしいんだぜ。え？どうしてよ。せっかくの知的好奇心が、実はそのアイルランドの巨人と呼ばれていた人物は、有名な巨人として見せ物にされ、
一世を風靡したという歴史があるんだ。当時巨人賞は珍しいものだったようでな。な、なんですって。それって昔流行ってた小人プロレス的なあれなのかしら。人の悩んでいる部分を使って、見せ物にするなんて、ひどい話だわ。まあ、本人が希望してやっていた可能性もあるから、善か悪かを判断することはできないんだが、今の時代、多様性だと言われている世の中だからな。コンプレックスになりそうな部分は、触れない方が無難だということだぜ。理屈はまあ理解できるんだけど、多様性って聞くと眉を潜めてしまうわ。続いて紹介するのは、なかなか衝撃的な巨人だぜ。巨人っていうだけで衝撃的なのに、さらに他にも衝撃的な話があるの？ああ、マレーシアのアラルンプールという場所で、身長約 3.6 メートルはある巨人が出没したそうだ。しかもその巨人は、ただ大きいだけでなく、頭が複数あるということがわかっているらしい。あ、頭がたくさん。一体どういう化け物なのよ。そんなわけのわからない見た目をしているなんて。目撃者の話によると、目撃者がゴミ捨て場でゴミを整理していた時、ふと上を見上げると、その巨人が立っていたらしい。立っていたのは一体のはずなのに、そいつからは、何やら複数の話し声が聞こえてきたらしい。何と言っていたかはわからなかったようだが、怖すぎるんだけど、もしかして、どうやって食べてやろうか、とか考えてたのかしら。さあな、襲われたという話はなかったから、食べようとしていたわけじゃないとは思うが、目撃者はどうやら他にもいたらしく、中国から来た人物も、同様の巨人を目撃したらしい。この時も、巨人はその人物に何やら話しかけてきたらしく、その雰囲気は穏やかだったとか。穏やかに話しかけてくるんだ。でも、見た目が怖すぎるから私だったら逃げるかな。私だってさすがに逃げるぜ。それに、賢い生き物はおとなしいふりをして、後から攻撃をしてくるものだしな。ちなみに、さっき見せた写真はその中国人が携帯で撮影したものらしいぜ。足は一本なのに対し、何やらシルエットからは、体に何か生えているようにも見えるんだ。確かに、まるで何かの生き物たちが合体した姿って感じがするわねー。この生き物、もちろん調査とかされたのよねー。ああ、地元の警察によって、この一連の出来事の調査を始めたらしく、住民にはパニックにならないようにと警告を出しているらしいんだが、この怪しい存在が何者なのかはまだ確認できていない。しかし、人間に対する脅威ではないと思う。と、警察側はコメントを残しているらしいな。まあ、これまで二度も目撃されていて、それなのに襲われてないわけだからね。おそらく人間に攻撃をしてくるタイプの生き物じゃないとは思うんだけど、だとしても、やっぱり得体が知れない存在っていうのは怖すぎるというか、なんというか、東南アジアの方では、まじないやジュソといったものが今も信じられているわけだが、もしかしたらこの謎の化け物は、そのまじないの類で生み出された、あるいは呼び出された存在かもしれない。やばい存在ではないのかもしれないが、この生き物が何を食べて生活しているのかがわからない以上、迂闊に近づくのは絶対にやめた方がいいだろうな。言われなくてもこんな気味の悪い奴には絶対に近づかないわよ。最後に紹介するのは、エジプトで発見されたという、巨人の指のミイラだぜ。エジプトと言ったらやっぱりミイラよねー。って、巨人の指のミイラ。旧約聖書では、巨人族の名はネフィリムとあることからエジプトで発見された指は、ネフィリムの指ではないか、と噂されるようになったと言われているみたいだぜ。ネフィリムの指の大きさは、なんと第二関節までなのに96センチもあったという。これが巨人の指のミイラ。こんな奇妙なものが発見されたなんて。どうやらこの指の写真が撮影されたのは1988年と少し古めらしいんだが、この指を撮影した人物は、過去に何度もエジプトを訪れ、発掘調査を行っていたそうだ。そして1988年、エジプトの盗掘者グループから連絡を受けて300ドル払えばお宝を見せてやる、と取引を持ちかけられて、その話に乗った結果、首都カイロから100キロほど北東にある農場に行き、金を支払うと、ボロ布に包まれた巨大なミイラの指を見せてもらったということらしい。盗掘者グループが最初に発見したってことね。しかし、本当にこんな指が存在するなんて、指が96センチとなると、一体実物はどれほどの大きさになるんだという疑問が湧いてくるが、問題は、この指が本物なのか、偽物なのかというところだろうな。そうよ、そうそう、この指が本物かどうか、大体こういうのって偽物の可能性が高いのよねー。ところが、今回の指に関しては、レントゲンも取られて中に骨があることも確認されているらしい。この指は、巨人のものかはさておいて、本当に生き物の一部であることは間違いなさそうだ。なんですって。こんなのがまさか、本当の生き物だなんて。
この指の持ち主が一体誰なのかは結局わかっていないままらしいんだが、この指のことが頭を離れない撮影者は、2009年になってから、再びエジプトへと向かい、あの時の盗掘者グループを血眼になって探したらしい。あら、よっぽど指の正体が気になっちゃったのね。確かに私も気になるけど。しかし、いくら探しても盗掘者グループを見つけることはできなかったそうだ。やっぱり盗掘者グループがそのままあの指を持ち続けているのかしらね。そうだと思うぜ。とは言っても、見つからなかったから何とも言えないんだけどな。盗掘者グループを見つけられなかった撮影者は、自分なりに指の信憑性を検証することにしたそうだ。巨人神話を読み漁り、ギザのピラミッドに訪れ、そこに、ごく普通の人間のものにしては、やけに大きすぎる石棺の存在を確認したそうだ。大きさがどれほどなのかは具体的には記されていないが、普通の人間のサイズとは明らかに異なるものだったというのは間違いないだろうな。もしかすると、例の指の持ち主を中に入れるために作った石棺なのかもしれないとも思うんだが、なるほど。その可能性も十分あるわね。だけど、さすがに石棺の中は見れないわよねー。まあさすがにな。だから中に何が入っているのかまではわかっていないわけだが、もしかしたら、石棺の中には巨人が入っていたのかもしれない。そうすると、エジプトにも巨人たちがいて、何かしら文明発達に貢献していた可能性も考えられる。すごい。ピラミッドって未だにどうやって作ったか判明していないのよね。そう考えると、もしかしたらものすごく賢い巨人が、人間たちに知恵を授けて、ピラミッドを作らせた可能性もあるかもしれないってことなのよねー。もしも本当にそうだとしたら、ものすごくワクワクする話だよな。そんなこんなで今回の話は終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。